はい、こんにちは。ドンカマチョのチャンネルへようこそ。今日はですね、僕が愛用しているこの土屋カバンの L ファスナー、これをですね、ちょっとメンテナンスしていきたいと思います。さあ、まずはですね、日頃丁寧に使っていてもやはり汚れとかはついてますね。なので、から拭きをしていきたいと思います。さあ、この綺麗な乾いたタオルでまずは拭いていきましょうね。さあ、こうやってですね、まずは拭きますよね。はい、拭きました。はい、その後は今度はブラッシングです。細かなホコリまで取っていきます。これも丁寧にやった方がいいですよね。ただあんまり強くは擦らない方がいいです。優しく優しくやった方がいいですね。なぜかというと、自分の腕でちょっとやってみてください。結構ね、痛いんですよ。これをこの皮に当ててるとなると、やはりね、優しくやった方がいいですね。だんだん強くなっちゃう時もあるんですけどね、でもね、優しくやっていくっていうことが大事ですね。そしていろんな方向にやっていくといいと思いますよ。こういう風にやったら今度はこっちからやる。いろんな方向にやっていくといいと思います。さあ、逆もやっていきましょうね。反対側もやっていきます。これで中の細かなホコリ、汚れまで全部まずは吹き飛ばしちゃいましょうね。そしてこの擦ることによってエイジングの効果もあるんですね。コバとかね、細かいとこまで全部取っちゃいましょうね。この上から今度オイルを塗るわけですから、まずこの段階で綺麗に余計なものは取っておく、これが大事ですよね。それではですね、今回使うのはこのニートフットオイル、これを使っていきたいと思います。これはですね、とても粒子が細かいので皮の奥までオイルが染み込んでいきます。エイジングさせるにもこのニートフットオイルはとてもいいと僕は思います。じゃあちょっと塗っていきましょうね。僕の場合はこれはこういうね、コットン、これにね、つけちゃいます。これにつけて、塗っていきますね。で、塗っていきますよ。はい、だいぶがっつり塗れましたね。いろんな方向にこう丸く丸くやっていくといいですね。僕はこういう風にやってますね、いつも丸く丸くやってます。さあ、だいぶ濡れましたね。反対側もやっていきましょう。このまんまオイル足さなくてもね、全然いっぱいつきましたね、今回。さあ、何回もこう擦ることによって皮の奥までオイルが染み込んでいきますからね、何回も擦ってやるといいと思います。さあ、あとね、コバのところも、ここも塗りましょうね。コバのところもエイジングするんですよ。ここもね、オイルをいっぱい染み込ませていきましょう。さあ、それとですね、この持つとこですよね、ここもしょっちゅうね、手触れますから、オイルを塗っといた方がいいですよね。その方が皮自体が長持ちします。こちらのコバのところもちょっと塗っておきましょうね。はい、さあ、それでは中にもありますよね。中のこのロゴがついているこの中の部分ですね、ここもですね、ちょっと塗っておきましょうね。
はり皮には油分が必要です。それがなくなってきちゃうと割れてきちゃいますからね。サーポン塗りましたね。サーポン塗りました。反対側も塗りましょうね。反対側も塗りましょうね。さあこれでたっぷり塗ることができました。はい、それではですね、今のままではこれはオイルが多すぎます。なので先ほど使ったタオルで今度はつきすぎたオイルを拭いていきましょうね。はい、拭きましたね。この内側もねちょっとだけ拭いていきましょうね。はい、拭きます。はい、拭きましたね。さあこんな感じになりましたね。今だいぶテカってきましたね。オイルが染み込んでますね。そして細かな傷も目立ってますね。これがまた乾けば、元の状態に戻ります。さらにかっこよくなって戻ってくれるはずです。さあこの後ですね、またちょっとブラッシングをしていきましょうね。これで優しくこすってあげてください。こすることによってまたニートフットオイルが奥まで染み込んでいきます。こすってあげましょうね。優しくこすってあげましょう。いろんな方向にこすりましょう。さあこれでオイルメンテは終了です。今日は久しぶりにメンテナンスをしたので、このエルファスナーも1日休ませてあげましょうね。これは1日部屋に置いといた方がいいですね。さあこれでメンテナンスは完了です。これをですね、1日休ませてあげて、また明後日から使っていきたいと思います。